あの時は本当に武田さんの先行でしっかり決めて、はい、そうですね、勝ち上がりも武田さんも上がってました。明日も決めるんだろ。決めたいですね、うん、大川さんもやるな、うん、だけどなんか一人うるさいのがおったよね、ちょっと若手の小崎が相手が誰でも、うん、はい、忙しい中準備はどうですか。まあ青森でしっかり決勝に、まあ調子とか体調はまあともかくあの気持ちが入ってるんで頑張ります。もう本当にここの記念は毎回、はい、全てそこに集約されて、イベントの時もありますよね、うん、イベント要員で。ここ3年間は発車様とは、あ、4年前か、あの、はい、4年前、はい、4年前町内で、駅前とかね、はい、はい、はい、大丈夫だと思います。はい、なんとか、まあ、その お盆期間で待って、はいはい、いろんな人見に来てくれれば、いや、もう、はい、裏方もやるべきことやってるんで、うん、はい、期待してます。大いにこう、はい、この最近の記念の売り上げが、そうなんですよ、うん、厳しい中なので、はい、期待してます、うん、ここで一気にガンと盛り上げる、はい、はい、はい、頑張ります。なんとか、はい、はい、はい。